セーヌ川を結んでいる1642年に建設されて、フランスで最も古い運河の一つであり、すべての近代的な運河のプロトタイプである、山越え運河の最初のものである。ブリアール運河はフランスで最も古い運河の一つで、またヨーロッパで初めての山越え運河である。全コースは5 4トルで38の校門があり、主に セーヌ川川のロワン川とロワール川川のトレゼガーの谷をたどり、ブリアールからビュージュまで、運河は最初の12基の水門を通って41メートル上昇し、残りの24基の水門を通って85メートル降下する。この運河は VNF によって管理されていて、セーヌ川沿いのサンイコールマメスから、ソーヌ川沿いのシャロンシュルソーヌに至るブルボンルートの一部でもある。 ブリアール運河は1642年に完成した。この運河のロワール川運河との接続は、パリのエッフェル島を設計、建設したギュスターブエッフェルが作ったブリアール水路でロワール川の上を越えるので、有名である。ありがとうございます。